い、皆さんこんにちは、こんばんは。ずいぶん前とね、先日、アサルトキングダムシリーズということで、4種類ねご紹介してまいりました。何を紹介したかというとですね、リックディアス、それからガンキャノンね、それからジム、それから主役のガンダムということで4種類紹介してきたわけですけども、だいたいこのアサルトキングダムシリーズっていうのは、4つの種類でね、1シーズンというか、まあ一区切りなんですね。で今回そのこの4つの中に、ある、ね、部品が入ってます。でその部品を4つの、まあ、種類に分かれている部品を、組み立てるとですね、実はじゃーん、ボール差がねできるということで、まあ、あの腕の部分、こう前後ろ、それからこのね上のこのビームっていうのかな、この4つに分かれたパーツがねそれぞれに、まあ、入ってて、4つ4種類集めて、これをね部品を集めて組み立てるとボール差ができるということです。それがねまた一つこのねアサルトキングダムシリーズの、ね、楽しみでもあるんですね。はい、ということでこの完成したボール差ね、ちょっと見てみたいと思います。はい、まあおまけ程度についてるねボール差なんでね、決してクオリティは高くないですけども、まあマニュピレーターのところのねこの腕とかね、これはまあ腕曲がらないですね、曲がったこの角度のものがまあ突き刺さっているというような状況ですね。はい、後ろはこんな感じです。はい、でまあ鉄砲っていうか、まあ、ビームがついてるということで、まあここね線が入ってるんで分かると思いますけど、前後ろでね1種類1種類、それと腕とこれで、まあ、4種類のパーツをね集めると、まあボール3ができるというようなことになっています。ということで、今ね出ているアサルトキングダムシリーズ4種類ね、もう一度言いますけども、リックディアス、ガンキャノン、それからジム、ガンダム、このね、4種類を集めるとそれぞれの中に入っている部品でボールが完成するということでご紹介しました。ぜひともね4つコンプリートしてボール3までたどり着いてみてください。食玩なんでね、スーパーコンビニのお菓子売り場でねアサルトキングダムシリーズね見つけることができると思いますんで、興味ある方ぜひとも、ね、コンプリートしてください。それじゃあまた。